Social Democratic Party 社民党熊本県連合全国連合熊本県連合ジャーナル社民党熊本県連合が主催連携おすすめしている活動を報告します。 9.1 関東大震災100年 9.1 朝鮮人中国人虐殺を記憶する実行委員会から2023年9月1日開催の取り組みについて社民党熊本県連合に案内がありました。集会の名前は 9.1 関東大震災100年多民族多文化が共生する社会へ向けて朝鮮人中国人虐殺を記憶する集会1923から2023命を大切にする政治へ社民党熊本県連合副代表橋村理香が報告します。まず関東大震災における大虐殺に対して社民党の見解を国会正門前での朝鮮人中国人の虐殺についてのキャンドル集会での福島党首の挨拶をもって紹介します。皆さんこんばんは。こんばんは。社民党党首参議院議員福島みずほです。このキャンドルの集会追悼集会に集まられた全ての皆さんに心から連帯のご挨拶を差し上げます。100年前朝鮮人だから中国人だから主義者だからたくさんの人が殺されました。まず心から哀悼の意を表します。そして心から謝罪をしたいと思います。皆さん政治の責任メディアの責任人々の責任あります。でも私は政治の責任をまず第一に言いたいと思います。皆さん政府初のヘイトクライムとにかくやめさせようではありませんか。戦争と差別排外主義が手を携えてやってくる歴史修正主義を許さず加害の歴史に向き合い謝罪をし賠償しそして私たちは平和と平等が手を携えてやってくるそんな社会をヘイトクライムがない社会をみんなが安心して暮らせる社会を一緒に作っていきたいそう思います。それが100年前に亡くなった人たちに対する私たちの責任です。社民党熊本県連合は差別や敵意を煽るヘイトスピーチの根絶に向けて全力で取り組みます。講演現代朝鮮人中国人虐殺はなぜ行われたか今も変わらない日本の状況を変えていくために、続きまして、講演に移らせていただきますけれども、まあ、演題が非常に正面の絵を邪魔しておりますので一応演題を引っ込めて、このテーブルの上で、お話をいただきます。一応高井宏之さんをご紹介いたしますけれども高井さん一応演台に上がってきていただいてよろしいでしょうか。高井さんはですねもう私も随分長いお付き合いですけども教科書問題を通じて初めて、知り合いました。愛媛の教科書裁判を支援支える会ですね、支援会のスタッフとしてもう随分ご活躍でしたけどもそのからもう日本のさまざまなこの現代直面している問題について鋭く批判する文章をですね、数多く出版されて本当になんか大学教授であるとかなんとかという肩書きがある方ではございませんけれどもまあ自分自身なんかこの本屋とかいろいろ出版に関するですねもう本当に知識がもう豊富で
この歴史認識について私もこの高井さんの本で随分学ぶことができました。でもう著書に関しましてはいっぱいありますので、今入り口のですね出版テーブルの上に並べてありますけれども、もう今日ですねこの高井さんのこういう問題提起について全国の人が関心を持ち、今高井さんはもう本当に全国をこう講演して回られております。まあそういう方で超まあ本当に、この関東大震災についてももうぜひ講演をやってくれということでお願いしたら、相当なんかまた自分で本も資料も全部読み込まれたようで、もうそういう才能に関しては本当にまあすごい方です。でまああんまり前置きが長いと言ってませんので、一応高井さんの方から演題、朝鮮人中国人虐殺はなぜ行われたか、今も変わらない日本の状況を変えていくためにということで約1時間半ほどお話しいただきます。そして、その後休憩を取りまして、質疑応答をいたしますので、どうぞよろしくお願いします。高井さんどうぞ。愛媛から来た高井です。まあ、冒頭でちょっといろいろ熊本にはちょっといろいろ縁があってですね、4年前も来たし、他にも知り合いの方がいろいろ来てくれてるんですけども、大事な時間なのでもうすぐに本題に入りたいと思います。でさっき田中さんが言われてましたけど、僕自身は本当その関東大震災時の朝鮮人中国人虐殺の問題についてじっくりと本当に長い間かけて調べてきたわけじゃないんですね。でただ話があった時に、まあ、それを伝えた上で、ただその虐殺を起こした時の日本の状況、あるいはその元にある朝鮮人への姿勢、中国中国人への姿勢で、それが全く今も変わってないんじゃないのかと、まあ、その危機感がものすごくありまして、そことの関係が、まあ、話せるかもしれないということで引き受けて今日来ています。でレジュメが、まあ、レジュメはちょっと印刷されなかったみたいなんですが、講演 の, 用紙があって、まあ、そのタイトルが大体レジュメの用紙ですけども、まあ、今日話そうと思っているのは、まず1923年のこの事件についてはもちろん話さないといけませんけども、でそれを話した上で、その事件がですね、よく言われるように、いわゆる大震災、いわゆる天災、自然災害の中での混乱の中で、まあ、いわば自発的に起こった、自然発生的に起こったというものではなくて、それまでの歴史過程があって、その中である意味必然的に起こったという認識を持っています。そういう意味で近代日本国家が出発して以降の23年までの歴史、それから戦後ですね、戦後はじゃあ憲法も変わって、政治制度も変わって、じゃあそういう戦前のような朝鮮に対する迫害とか、そういう侵略の問題とか変わったのかといえば、やっぱり全く変わってない状況が、まあ、戦後も続いて、そして今に至っている。先ほどリーさん、若いリーさん言われてましたけども、僕自身も本当100年経っても全く変わってないな。でむしろ戦後しばらくちょっと緩和されたような朝鮮や中国に対する姿勢とか見方、それが今この数年間ますます強化されてるんじゃないかっていうのが僕の問題意識です。頑固に平和、暮らしが一番、戦争はさせない、それが社民党です。Social Democratic Party